次に山岸一生君、はい。立憲民主党の山岸一生です、えー。午前中、最後のバッターになります、えー、お疲れかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いをいたします。まず、岸田政権、政務三役と旧統一教会との関係、お尋ねをしていきたいと思います。つい先ほども、まあ、塩川議員とのやり取りの中で、木原官房副長官から推薦状の受領があったと、まあ、こういうふうなご答弁もございました。 山際大臣、お辞めになった後も、次から次へと新しい事実が出てくるという状況でございます。官房長官にお伺いしていきたいんでございますけれども、まず初めにですね、こうした新しい事実、自民党さんの点検には含まれていない確認推薦確認書の提示や、あるいは署名、さらには推薦状の受領、あるいは少額であってもパーティー券の購入と、まあ、少なくとも4つぐらいあるわけでございますけれども、 松野長官ご自身は以上のような具体的な事実ご自身に関してはあるかないかお答えいただけますでしょうか。松野内閣官房長官お答えをさせていただきます。あの先生からご指摘があった団体との関係は私は特段ございません。以上、山岸君、特段ないということなんですが、あの申し上げた四点私申し上げました。ああ 確認書の提示や署名、推薦状の受領、パーティー券、少額の購入、特に先ほど、木原副長官は、推薦状は1000通以上あるものを、丹念にお調べになって、受領があったことが分かったというふうなことも報告されてましたが、これ、松野長官はお調べになった上で、ないということがおっしゃれますか。松野内閣官官房長官 お答えをさせていただきます当該事案に対しまして、まあ事の、事務所等にも確認をさせた上えで、特段の関係はないということでございま委員長。<上>山岸君あの。事務所に聞いて、特段の関係はないということだったんだけれども、じゃあ、個別具体にこうした事実、例えば特に推薦状を一方的に送ってきたというようなケースが、先ほど木原副長官からはありましたけれども、まあ、こうしたケースだと、まあ、なかなか、あ 単に長官が事務所に何かあったと聞いて、何もないということでは、明らかになってこないようなケースかと思いますけれども、こうした一つ一つのもの、ないということが言えますか。松野内閣官官房長官あの事実関係については、あのこれは私の知,る知りうる限りということであるかと思いますが、あの私の意識ではないということでございます。 まさにこれまでその知り得る限りで、それぞれ説明をされてきて、その度に今は知らなかったけど、後から分かったとっいうことが、何度も何度も出てきて、この議論を繰り返しているわけなんです、なので、松野長官ですらですね、知りうる限りないというご答弁で、これだけ問題になっている個別具体のことについてないということをおっしゃれないということなので、やはりここは、 自民党さんの点検とは一線を画して、岸田政権として政務三役については、改めてです、ね、今、すでに具体的にも4つ出てるわけでございます、確認書の提示や受領、推薦状のあ、失礼、確認書の提示や署名、推薦状の受領、そして20万円以下の少額のパーティー券の購入、こうしたものに関して、個別具体に政務三役確認を、調査確認を行うべきではありませんか、官房長官。 松野官官房長官お答えをさせていただきますあのまず、私個人に関する点でございますが、この知りうる知りうる限りという表現がですね、えーど、どういった捉え方をするかというのは、幅がある表現なのかもしれませんが、あの事務所等で確認をし、また私が、 もう政治活動、ずいぶん長くやらさせていただいておりますけれども、その中の意識として関係がないということでございますので、加えさせていただきたいと思います。そして、あのまあ、政府のです、ね、政務三役等への調査はどうかというご質問でございますが、あの政府における旧統一教会との関係につきましては、 これまでも申し上げてきましたとおり、各閣僚等がそれぞれが統一旧統一教会との過去の関係を調査、説明をし、新たな接点が判明した場合には、その都度追加的に報告、説明を行い、今後は関係を持たないことを徹底をするということにしております。き 山岸君所管、真摯にご答弁いただきたいと思うんですが、そういった中で、意識としてはないと。 ということを今もおっしゃったわけでございましたそういうふうに主観であるかないか、覚えてるかどうかってことをやっていくと、次から次へと新しいものが出ていって、きりがないことを繰り返してきたわけなんで、ここはファクトを調査すべきだと、こういった推薦状がしっかり残っているのかとか、え事務所の記録がないのかって、こういう事実をきちんと調べるべきだということで、この間、ご提案をしてきたわけでございますが、残念ながら、調査に関しては、現時点では決断いただけないということでございますんで、委員長、あのこの確認書の提示と署名、 さらに推薦状の重量をまた少額のパーティー券の購入ということについては委員会として岸田政権に調査をするように求めていただきたいと思いますので理事会でご協議をお願いいたします。理事会で協議いたします。はい、山岸君。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さてあの続きましてですね、えー、山際大臣の月曜日の辞任についてお伺いしていきたいと。 思うんでございます、まあ、私、まずびっくりしたのが、辞めるときの理由で、山際さんがおっしゃったのが、政権に対してご迷惑をかけるということをおっしゃったんですが、謝る対象、そこなんでしょうかと、やっぱり国民であったり、この間多大な審議を費やしてきている国会に対しても、謝るべきじゃなかったかなと、極めて今、残念ながら、内向きな政治の姿を表していたなと言わざるを得ないと思います。でこの山際大臣 なぜ辞めるに至ったのののかというこの去り際のプロセス私実は多くの疑問があるんでございます実は今回に限らず、岸田政権の意思決定、物事の決め方が、最近よく分からないなというケースが多すぎるんでございますね。統一教会の調査は、やるつもりがないといったのがやるとなったり、民法は不法行為に入らないといったのが入るというふうになってしまったり、政府、 中んづく総理官邸がですね、一体どういうふうに物事を決めているのかっていうのが全く見えてこないんです。これはまあ私が野党だからではないと思うんですね、多分与党の自民党の先生方も多分この間、どうなっているのかな、こういう疑問をお持ちなんじゃないかと思います。われわれ国会議員ですら分かんないんですから、国民の皆様にとっては、なおさら見えづらい状況になっているわけで、そうなれば、例えば経済、マーケットに対しても、 様々さまざまな意思決定の予測可能性という点からも不安定材料になってくるわけで、今日はあえてこの点を徹底的に解明していきたいと思います。まず、お手元資料をお配りをしておりますけれども、山際大臣がお辞めになった辞表を提出をした24日、月曜日、当日の流れということで書いております。こののの日ですね参議院の予算委員会が行われてておりまして午後2時の時点で岸田総理は 山際大臣、変えませんかという質問があったのに対して、昼、報道につき聞きましたが、そういったことは全くありませんと、全否定をしていらっしゃるわけです。で、そのまま4時14分まで総理は国会に出席をしておられました。ですが、このあと、午後5時にですね、総理は自民党役員会を急遽欠席をされて、午後5時45分には予定していた経済財政諮問会議が中止になるということでございますから、 こ,れあのこの時点ではです、ね、もう鋼鉄の腹を決めてたんだろうということが容易に想像されるわけでございます。4時まではやめさせる気はなかったのに、5時になったらやめてもらう、あの朝礼誤解という言葉がありますけれども、もうこれ、それ通り越して、奴隷誤解と。 いうほかないんじゃないかなと非常にバタバタな決め方になっているわけなんでございますがここで私はあの松野官房長官が重要な役割を果たしていらっしゃるというふうに理解をしております官房長官お伺いいたしますけれどもこの二十四日の午後から夕方にかけて総理の指示を受けて山際大臣に辞職を求めたのは松野官房長官ですか松野内閣官房長官 山岸先生にお答えをさせていただきますあのまず私が山際前大臣に辞任を促したという事実はございません、はい、山際前大臣の辞任につきましては二十四日の予算委員会終了後山際大臣から総理に対して、えー、辞意を表明したい旨の意向が示されあの総理から指示を受けまして私はあー 総理ととと山際大臣の面会をを調整をしたいいうことでございますそして24日の夜、総理と山際大臣が面会をし、山際大臣から辞表とともに辞任の申し出があり、総理がこれを了としたものであるということでございます以<上>山岸一成君。アポイントの調整をしただけだと。 ということは、じゃあ、総理と山際大臣は何の了解もなく、あのその落としどころもなく、何の前提もなく面会をした、そのアポイントの調整をしたにすぎないということをおっしゃっているんでしょうか、あのこのすでに報道でも出ておりますので、申し上げますが、産経新聞10月26日朝刊、参議院予算委員会が終了した24日午後、松野官房長官が山際氏を東京・赤坂の衆議院宿舎に呼び出し、首相の意向を伝えた。このの意向というのは やめてほしいという意向を伝えたということではないんですか。松野内閣官房長官。お答えをさせていただきます。あの先ほど申し上げました通り。山際大臣から総理に対して、まあ、辞意を表明したい旨のよう意向がございました。え、それを受けて、ということでございます。委員長山岸一成君。 山際大臣から辞表を提出したいとい意向を受けて、松野長官が山際さんに面会になって、面談時間等を調整したということなんですか松野官房長官。 先ほど答弁させていただきましたとおり、辞の意向に関しては、山際前大臣、当時はも大臣でありますけれども、それからあの岸田総理の方にあったわけでありますが、当然のことながら、その後の事務処理、進め方についてがございますので、そのことについて、私が調整をしたということでございます山岸一成君。ちょっとよくやっぱりののその 動きがです、ね、さっぱりわからないんで、単にその日程調整してますという、まあ、メッセンジャーボーイをしてますというだけであればその、やはり官房長官の職というのは、それでいいんだろうかというのは、私、大いに疑問に思うわけなんでございます、単にア、えー、ポイントの調整するだけだったら、事務方がいればいいわけであって、閣僚、まさに内閣の要である官房長官がです、ね、単につないだだけですという話であれば、私、それはやはり長官職として、 申し訳ないけれども、機能してないんじゃないかってなると、やっぱり総理官邸が今、機能不全になっているということなんではないだろうかというふうに、ちょっと疑問にここを思わざるを得ないわけなんでございます。あの24日のの山際大臣とと面談に関してももうちょっとお聞きしたいんですけども 日経新聞、ここ書いてます、24日の参議院予算委員会の後政府高官は山際氏を呼び出し、申し訳ないが、自分から辞任を申し出てほしいと頭を下げたとありますが、この政府高官は松野官房,長官,のこと官房長官のことでよろしいですね松野官房長官。お答えをさせていただきます、当該報道による政府高官というのが誰を。 さ指しているかについては、まあ、私は承知をしておりませんし、申し上げる立場にございません。まあ、その上で、あのまあ、大臣、国務大臣がですね、自分の職に関しての進退を判断するというのは、極めて重要なことでございまして、ご本人がその進退に関して判断をしたということでございますし、 あのこれももう先生、ご案内のとおりでございますけれども、この人事に関してはです、ね、任免に関しては、総理大臣の専権事項でございます、大変重い判断は、これはもう総理にしかできないご判断でございますので、総理がその山際前大臣の辞意、ね、を受けて、総理のご判断は了としたという流れでございます。 山岸一生君長官おっしゃるようにね、閣僚の辞任、非常に重たいことし、総理の選権事項、それもおっしゃるとおりなんです、だけど、今回の辞任というのは、非常にイレギュラーな事態だから、あえて詳しくお尋ねしてるんです、このわずか1時間の間にです、ね、4時から5時までの間に急遽辞任が決まると、まあ、こうした出来事で、さらにはその後の後任の指名を含めてもですね、 大きな混乱をもたらしているわけで私もあの元々長らく政治記者をやってまいりましたのでいろんな、えー、まあ、閣僚や政権の引き際を見てまいりましたけどここまでバタバタな鋼鉄撃は正直見たことがございません一例挙げたいと思いますが後藤新大臣 のの裁判官訴追委員への就任とといいうことが、まあ、これ本当ハプニングでござまますね生じました後藤大臣は火曜日の午前中にはすでに山際氏の後任として名前が内定していたわけですが、同じ火曜日の午後1番の衆議院本会議で、裁判官卒委員会の委員として選任をされました。で、午後6時には今度、認証式で閣僚に就任をされたと。 三権分立の観点から閣僚になる方は、委員の役職からは当然引いていただくわけなんですけれども、なのでこれ、次回の本会議、来週の本会議で、後藤大臣は委員を辞めてもらって、新しい方を選ぶという手続きをまた踏まなければいけないんですね。国会に対してもまた大きな負担をかけているわけで、なんでこんなお粗末なことになっているのかなこれは総理官邸と自民党さんの国体とがしっかり連携していれば、到底起こり得ないハプニングでありまして、 松野長官にお聞きしたいんでございますが、国体との調整を担うのは、一義的に官房長官、あるいはまあ副長官のサポートも受けていることになりますけれども、この一連の山際氏の辞任の流れ、さらにこの後藤氏を大臣に起用するという、この月曜から火曜にかけての流れ、自民党の国体にしっかり伝えておったんですか、連携不足があったんではありませんか松野官房長官。お答えをさせていただきます。 政府において、国会のことも含め、与党と国政全般にわたり、さまざまなことを相談するということは、これも当然のことでございます。あのまあ、後藤大臣の任命につきましては、先ほども申し上げましたとおり、総理がその専権事項として任命をしたというところでございます。裁判官訴追委委委員員員会のののにつききましては後藤茂委員の辞職等の手続が 進められているものと認識をしておりますが、まあ、いずれにしても政府としては国会対応を含め、今後とも与党としっかりと連携をしていきたいと考えております委員長、しっかり連携でき,てはないんで,はできてないんではないかということをお聞きしているので、そこを認めいただきたかったなというふうに思います。またたもうう個連携不足具体的にご指摘したいと思うんですがが経済財政諮問会議がこれ月曜日 突然中止になりました先ほど申し上げましたけれども、午後5時45分からの開始日程だった諮問会議が急遽中止になったわけですが、内閣府にお聞きしますけれども、総理官邸からこの会議を中止するというご連絡があったのは何時頃のことですか森大臣官房審議官。お答え申し上げます。 24日月曜日の午後5時半ごろでございます<上>山岸君、はい、5時半、会議が始まる15分前ですよ。当然、民間人の委員の方々も官邸に向かって、まあ、中には当然入ってた方もいらっしゃると思いますえ。天変地異等なら分かりますけれども、こんな運営というのは、私は官邸の手をなしてない、言わざるをえないと思います。内閣府、府もう一個お聞きしますけれども、過去の事例で経済財政諮問会議が中止になったケースってございますか。 諏訪審議官お答えいたします経済財政諮問会議につきましては開催日の前日の夕方に開催の日程を公表することとしておりますその日程の公表後に会議を取りやめたそういう前例は確認できておりませんはい 前代未聞なんでございますもちろんね、あの自然災害あるいは閣僚が病気になるということはこれまでもあったわけですけれどもその都度調整して開催を続けてきたわけであって重要な会議なわけですからそういう調整すらなしに突然中止とする私はこれは政権のガバナンスが非常に危険水域ではないかと正直思います山際氏が辞めたから一見落着ということではなくてむしろこの辞任のプロセスを通じて岸田政権岸田官邸の機能不全があらわに なったま非き目に言ってもあらわになりつつあるまあ、こう捉えざるを得ないわけでございましてここは松野長官にはしっかりリーダーシップを求めていきたいしそれを果たせないというのであれば官房長官ご自身もよくよくお考えになる必要があるのではないかと思いますもう時間が限られてますから次へ参ります官房長官ここまでで結構でございますありがとうございます今日はの 多くのです、ねえー、副大臣政務官の皆さん、お忙しい中、お運びをいただいております。私からはです、ね、4人の副大臣政務官の皆さんに対しては、同じ質問を順にお答えいただきたいというふうに思っております。先ほど、官房長官にもお伺いいたしましたけれども、えー、推薦確認書、この提示を受けたことがあるか、その上でサインをなさったことがあるか、また推薦書を受領をしたことはあるか。 でさらにパーティー券、えー、自民党さんの点検には含まれ点検公表には含まれていない少額のものについても、購入があったかと、えー、大串さん以外の4人の方、順番に以上、お答えをお願いいたします星野内閣府副大臣、はいはいえー。お答えいたします、えー。確認できる限り、確認書の提示を受けたことも、また、あ署名もしたこともございません。 また、えー、と推薦書を,、はい、を受け取ったこともございません、また、協会側にパーティー券を購入してもらったこともございません。はい、中谷内閣副大臣 旧統一教会関連団体から確認書を提出されたことはございません、よってあのサインをしたこともありません、また推薦書についても受け取っておりません、また、関連団体によるパーティーの購入もございません中野大臣政務官。 お答えさせていただきます旧統一教会や関連団体の推薦確認書、ならびに協定書は交わしたことがございません。また推薦状につきましても、いただいたことがございません。また、旧統一教会や関係団体にパーティー券を交付したという、交付をしていただいたということもございません。以上でございます 提示提示は推薦確認書の提示推薦確認書の提示もいただいておりません。大崎大臣政務官お答えいたします。確認書の提示を受けたことも、署名したこともございません。また、推薦状の事例もございません。 また事務所で過去の記録を調べましたけれども、パーティー券の交流もございません山口医師、はい、ありがとうございます。4人の副大臣専務官の皆さん、ご退席いただいて結構でございます、ありがとうございました。えー、すみません、大口副大臣もお残りいただいておりますけれども、この間です、ね、非常にまあ率直なご答弁いただいていて、実態解明に資するものではあるんですが、まあ、中身がまあすごすぎて、正直驚いているわけなんでございます。まずあの先日ののの厚生労働委員会のご答弁の中で 推薦状はすぐ見つかったんですけれども、推薦確認書が見つからなくてという言い方されてたんでございますが、推薦状はお手元にあるんでございましょうか、これあるんであれば、ご提出いただけないでしょうか。大串副大副臣推薦状は今、手元にはございませんが、私的に取り交わされたものですので、あのその取り扱いについては、あのえー 現時点では、まあ、公開することは、差し控えたいというふうに思っております。委員長。山口。これ、委員会にご提出いただけるように、ご協議をお願いできませんか?。そのようにいたします。協議をいたし。理事会で。協議をいたします。あ、いや、委員長、踏み込んだご決断、ありがとうございます。ご協議をお願いをいたしたいと思います。大串副大臣、あの、続けて、あの、先日の、まあ、ご答弁からの引用になりますけれども。パーティー券の購入について。 こうおっっしゃってるんですね少額のもの、これは正直言いますと、一つ後悔しだすと、どん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 みんな後悔しなければならなくなる可能性もあると思いますので、自民党の判断で、私は多額でなかったので、名前がなかったと、こうおっしゃってるんですが、これはこの少額ならば、皆さん、買ってもらってるっていうことを、大串副大臣は同僚議員から耳にしてらっしゃるということで理解してよろしいんでしょうか。大串副大副臣 それちょっと誤解があの私の言葉足らずだったと思います。あの基本的には私のパーティー券を買っていただいている方でもあの名前をこう出して欲しくないという方がいらっしゃると思います。あの相手方があることですので、あの全部出せと言われると私のその。 あの2万円ずつ買ってもらった人すべて出すことになることを、私は危惧したわけでございまして、今回はただ、非常にあの関心が高いということでありましたので、地元のメディアに対して、そういう事実があったことをお伝えしたということでございます。 山岸君はい、じゃあ、続けてお伺いいたしますけれども、ボランティア等の支援は受けてないとおっしゃっているんでございますけれども、ただあの、政策協定、えー、推薦確認書を取り交わしたときの窓口の方というのは、まあ、熱心に応援をしていただいている方だと思うんでございますけれども、この方が、えー、選挙の直前に集会を開いてくださったわけなんですよね。 まあ、確かに選挙の期間中ではないと思いますけれども、もう選挙が間近な時期で様々な、さまざまな地盤培養行為を、あるいは立候補準備行為をされているという状況の中なわけでして、この集会開催であるとか、その場でこう、まあ、みんなで応援していこうというふうなことというのは、これ、選挙におけるボランティア支援には当たらないということで、報告されなかったということなんでしょうか。大串副大副臣 あのそのときは一般的なまあ国政報告会ということで開催いたしましたので、まあ、その参加していただいている方に関しては、あの政策を伝えるということでございますので、ボランティアとは認識をしておりません委員長山岸一生君。ただこれもお衆議院の公示の2週間前とかでございまして、あの公選法上認められている行為としても、ある程度の立候補準備行為はできるわけでございまして、例えば、例えばそうですね、えー、選挙はがき。 などを書いてくれる方を探すというふうなことは、この段階でもやってらっしゃる可能性はあると思うんですけれども、こういったこの国政報告会の場で、はがきをお配りしたりとか、そういうふうな応援の依頼というのはしてなかったんでしょうか大石副大臣、はい。一切行っておりません。 はい山口一成君はいあの真摯なご答弁ありがとうございますまああのお大,岸大岸副大臣まあ説明は説明姿勢は非常に丁寧だなと思うんですが正直にお話になればなるほどですね非常にこのまあなんて言いましょうか切りの再現のない関係性が明らかになっていくわけで消費者政策の担当大臣として果たしてその任に当たることが 相応しししいいいいいいのかかとととうことはあれ,あれ厳しく正してななければいけば思います、えー、ありがとうござみません、高市大臣、お待たせしました。申し訳ありません。残り少なくなりましたけれども、残った時間で重要土地規制の問題、議論をさせていただきたいというふうに思います。私、あの8月に長崎県の対馬に行ってまいりました。この内閣委員会の派遣に入れていただきまして、やっぱり現場を見ることは大事だなと改めて思いました。というのが、まあ、東京でメディア等で聞くのとは違って、率直に言うと、まあ、 拍子抜けをした聞いていますと、自衛隊施設がです、ね、韓国のホテルに周り囲まれて本当に大変だというふうなところで聞いておったところが、まあ、確かに宿泊施設はありましたけれども、まあ、平屋や2階建てのまあ民宿というのがふさわしいような表現だと思いますがし、まあ、そもそもコロナ禍で営業していなかったということもございました。もちろんんそこで働いていてる自衛隊の皆さんかららしたら 目の前でね、外国人の観光客が昼間からバーベキューしているというふうな景色が、好ましいかどうかといえば、気持ちは嬉しくないとは思います、ただ、それがいわゆる国防上の安全保障上の危機かというと、そうことは単純ではないんだろうと私は思いました。やはり、こうした安全保障の問題というのは、必要以上に脅威を煽って強い規制を作るということは決して好ましくない。なぜなぜらばそううした強すぎる規制というものは 国民に不安を招き、国民生活に不便をもたらし、政府に対する不信を招くからでございます。結果的に、規制の信頼性、実効性を損なうことにもなりかねない。なので、冷静な議論を通じて、必要十分な規制を作っていくということが大事で、だからこそ、我々国会によるチェックが大事だということを改めて思った次第でございます。そこで今回10月に 1> 第1弾の,この中止区域の指定が出てまいりました、特別中止区域と中止区域ですね、10月に出てまいりまして、これ、をお伺いしていきたいんでございますけれども、今回、58か所の区域を指定すると、一覧表、お手元資料2でお付けしておりますけれども、ま,あ、まずぱっと見て思うのが、地域的な偏りが非常に大きいなということでございます、えー。もちろん対馬が入っているわけなんでございますが、入っていない場所、沖縄、全く入って いないいでございますけれどもなぜ除外したのかということを聞きましたら、これ、要はまあ準備が整った場所から指定しますと、こういう説明をされているわけなんでございますけれども、政府参考にお聞きいたします、初回の区域,地域区域指定の考え方ということの中に、準備が整った地域と書いてらっしゃいますけれども、では逆に整わなかった準備とは何を指していますか。はい、生活政策統括官三階聡君 答え申し上げます準備の具体的な内容でございますけれども、実際に区域の指定を進めるにあたりましては、個別の施設や離島ごとに次のような準備を行っております。まず、指定の自由、法の、法や基本方針に対する要件の該当性の評価、次に重要施設の敷地や国境離島等の区域の範囲の精査、3つ目といたしまして、 区域の外縁についての詳細な検討、四つ目といたしまして、区域の内側の土地や建物の所在についての確認、構図の確認といったようなことをやらせていただいております。これらの準備に要する期間は、施設や離島ごとに異なりまして、作業量も膨大でございますので、準備が整ったものから実施するというふうにご説明させていただいたところでございます長政君れ岸務的君。 できる話であって、それが間に合わないというのは私理由にならないと思いますよ。単にやっぱりこれ地元のまあ反対が少なくてやれやりやすいところから始めたというそういうことじゃこれないんでしょうか。やっぱりあの安全保障上と言いながら実務的にやりやすいところから指定していくということで本当に法の役割が果たせるのかな。この恣意的便宜的な選び方は決して好ましくないというふうに思います。そこでこれからですね第二弾第三弾と追加して 行くのか行かないのか、現時点は分からないわけなんでございますけれども、あるいは当面、これで打ち止めということもあるのかどうか、政府参考に第2弾以降の区域指定の見通しに関して教えてください海政策統括官お答え申し上げます。 ご質問でございますけれども、第1回目の区域指定の終了後、鋭意検討を進め、準備が整ったものから順次、区域の指定を行っていく所存でございます以<上>山岸それがだか年度内なのかとか、来年なのかとか、日程の見通しを説明してください。未開政策統括官 1> 第1回目の区域の指定でございますけれども、現在、年度内での区域の指定を目指しているところでございます。この区域の指定終了後、えい、検討を進め、準備が整ったものから順次指定をしていく所存でございます <以上 S 1> 山岸一成君。そうすると、じゃあ、今回示した58の候補地以降の第2弾、第3弾については、当面は行わないということですか。階政策統括官 あの繰り返して恐縮でございますけれども、第1回目の区域の指定がこれ、終了いたしましたらです、ね、鋭意検討を進めまして、準備が整ったものから順次指定をさせていただきたいと存じます<上>山口一生君。まあちょっとあいまいな説明だなと、やっぱこういうその個人の土地所有、財産権に関わる非常に大きな制約を課す法律でありながら、 運用の見通しが示されないというのは、非常に疑問がございますけれども、その上でぜひ一点お聞きしたいのが、人口密集地に関する指定でございます。この人口密集地に関しては、基本方針の中で、指定しないことがあるという説明になっていて、実際、今回、第1弾からは外れております。 私の地元練馬にも大きな駐屯地が2つありましてまあ、地元では不安の声というものもあるわけでございますで今後どうなるのかということなんですね第2弾第3弾で追加されていくことがあるのかそれとも 人口密集地についてはです、ね、当面はやらないということなのか、これ、やはり地域をいつまでも不安定な状況に置いていくのは決して好ましくないと思います、でこれは基本方針で、やらないことがあるって書いてあるだけなんで、やるかやらないかは政治判断になりますから、高市大臣からご答弁をお願いしたいんですが、やらないならもう当面、やらないというふうに明言いただきたいと思います。人口未出地人口口地集中地区に関しししてては今後も指定しないいかかどうかこの見通しを教えてください高市大臣 あの今、委員おっしゃっていただいたとおり、基本方針にはまあ指定しないことがあるという表現でございます。あの周囲に人口集中地域がこう形成されているまあ施設等についても、法の要件や基本方針の内容に照らして評価を進めてまいります。 指定される場合もあるということでございました。ぜひそこは丁寧な手続きでもって進めていただきたいと思います。ちょっと時間が迫っておりますから、はしょってまいりますけれども、次に調査、これからその重要中止区域を調査していくという、その具体的な進め方に関してなんでございますけれども、やはりあの具体的な調査になりますと、当然、防衛省、自衛隊と連携をしていくということが、 実務的には欠かせなくなくくってくるしかし、一方で、私はこの自衛隊との連携に関しては、相当慎重な検討が必要じゃないかなと思っております。先ほどあの、津島の分屯地の話申し上げましたけれども、本当に必要最小限の人数で警戒監視任務あたっていらっしゃる、こうした現場の皆さんがです、ね、周辺の調査をするということは考えられない、2つの意味で考えられない、現場の負担という意味でも考えられないし、 地域の皆さんからしても、制服組の皆さんがです、ね、地図を持って、双眼鏡を持って街を歩いているというのは、やっぱりそれは不安を招く話であって、いずれの意味からもあってはならないと思いますので、ここは高市大臣にお伺いしたいんでございますが、さまざまな観点から自衛隊に調査の協力を求めることは、抑制的であるべきと思いますけれども、大臣の見解を伺います<上>高市大臣。 9月16日に閣議決定されました基本方針においても示しておりますが、重要土地等調査法に基づく土地等利用状況調査は、 内閣府にににおおいいいてて一元的に実施すするととうことにいたしておりますで現地調査につきまして、あの防衛省などの重要施設などを所管する、えー、関係行政機関に関して、例えば現地の地理案内ですとか、まあ、移動手段の提供などのご協力を要請することはございますが、あくまでも調査を行うのは内閣府でございます。以上 山口はい、あくまで道案内ということでございました、それはぜひ抑制的な運用をお願いしたいというふうに思います。最後のテーマであります、パブコメに関してでございます。やはりあの具体的な地域の指定に際してです、ね、今回、パブコメを取らないという運用になっている、これどういうことかというと、つまりお住まいの方、土地をお持ちの方からすれば、自分の土地が対象に引っかかるかどうかということ、これ、決まるまで分かんないんですね。決定して、官報に告示されて初めて何丁目何番地ということが分かると。 分かったときにはもう手遅れで、意見も言えない、まあ、こういう運用になっているわけでございます。で、これ、パブコメの実施をしない理由は、政府参考に手短にお願いします、なぜ行わないのか。え答え申し上げます。 中止区域や特別中止区域の指定につきましては、行政手続き法の定めるパブリックコメントの適用除外規定に該当する行為であると考えられるため、パブリックコメントの対象とすることは考えておりません。はい、行政手続き法の対象外ということなんでございますが、これね、あの区域の指定というのは確かに対象外になっているんですが、実施をしているケースもあります。例えば国立公園 環境省は国立公園のエリアを広めたり狭めたりとか、結構、頻繁にやってるんでございますけれども、毎回パブコメかけております。地域や近隣の方にきちんと説明するというために、パブコメがやはり有効だというふうな判断でございます。で、実際にですね、この法令には適用除外だけれども、任意でやってますというパブコメ、私、総務省に聞きましたらば、相当数あるんでございますね、もう時間がないから答弁いただきませんけれども、法令に基づくパブコメは約1000件。 一方で、任意のパブコメ、五百数十件ある、すなわち今、パブコメ全体の3分の1は任意でやっているということなんですね、だから法令上の義務じゃありませんということは、やらない理由にならないわけでございまして、これ、ぜひ高市大臣にお伺いしたいんでございます。これも政治判断にになりますから区域指定に際して 私はパブコメを行うべきだと思います今回、第一弾は離島が多いから、確かに関係人口少ないですけれども、これから本土の基地まで広げていくときに、利害関係者大変出てまいりますので、こうした幅広い皆さんの理解を得るために、区域指定のパブコメを行うべきではありませんか高市大臣。この重要土地調査法に基づく区域指定は、我が国の安全保障のための措置でございます。 ですからの土地通りを状況審議会のご意見を聞いた上で、国が責任を持って。 判断し実施すすべきだと考えておりますですから、この審議官のご意見も聞きますし、それからまたの区域指定に先立ち、えー、地理的状況などの地域の状況を把握することも重要ですから、関係地方公共団体のご意見も伺います、またの住民や事業者の方から個別の問い合わせがありましたら、コールセンターも設置いたします、えー、区域指定をパブリックコメントの対象とするということは考えておりません。以上 2、はい、言目には皆さん、安全保障とおっしゃるんでございますが、お住まいの方にとってはです、ね、自分の所有地の大きな権利の世代化をもたらすという意味では、これは安全保障のためだろうか、国立公園の環境保護のためだろうか、これは変わりがないわけでございまして、もう時間だから終わりますけれども、やはり大きな不利益変更をもたらす以上、しっかりと前もってパブコメ取って意見を聞くということが必要であるということは重ねてお願いをして終わります。ありがとうございました 午後1時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。